P-70 は、米国のダグラス社で製作されたレシプロ総発夜間、戦闘機である。A-20 攻撃機を夜間戦闘機化したもので、既存の A-20 各型を回収する形で生産されたが、高高度性能や運動性能が悪く当初の目的だった、夜間迎撃にはほとんど利用されなかった。1940年にイギリス空軍に配備された。 A-20 の輸出型 DB-7 を用いて夜間戦闘機ハボック I を呼びハボック2に回収されたのがそもそもの本機開発スタートになる。ハボックは機種をソリッドノーズ化して前方固定式の 7.7mm 機関銃8から12丁を装備し、機上レーダーも装備した機体だった。当時のレーダーはサイズと重量が大きく、レーダー操作員も必要としたため、 DB7 クラスの総発機でないと運用が困難だったものも本機が選ばれた理由である。これはバトル・オブ・ブリテンをめぐる戦いに投入され、ある程度の成功を収めたので、これに触発された本家、米陸軍航空隊も A-20 を用いた夜間戦闘機の開発に着手する。試作機は XP-70 と呼ばれ、 A-20 の初号機を回収した機体だった。機種に 20mm 機関砲4門をガンパック式に固定配置。胴体後方に防御用 7.62mm 旋回機銃を装備。爆弾層内に英国製の機上レーダー A-4 マーク4を搭載しており、後部の重主席がレーダー操作員席兼用となっている。このためか A-20 に装備されていた。 腹部広報防御機銃のトンネルガンポートはない。XP-70 は武装と透明機種型である、違いを除いて、英国のハボックとほぼ同一な機体であったが、さすがに、時代錯誤であると考えたのか、ハボックに強力なサーチライトを積んだ照射専用機、タービンライト系は開発されなかった。続いて、量産型の P-70 が、 A-20 から59機が改造された。規格としては、XP-70 と同じであるが、透明機種部は塗りつぶされている。しかし、本機は主に訓練に使用されて、実践投入には至ってはいない。1943年に実践投入された P-70A は、A-20C から改装された A-1 と A-20G をベースにした、 A-2 の2種に対別される。P70A-1 は39機が生産され、後方旋回基準は1 2 7ト、mm、ル連装となり、機種をソリッドノーズ化して、機上レーダーアンテナと前方固定1 2 7トル基準を6から8丁を装備する。これに対して P70A-2 は、 原型の A-20G そのままに 20mm 機関砲を4門を有し、後部にあった旋回機銃を外して 12.7mm 旋回機銃等に改めている。こちらは65機が回収されている。続いて最終型 P-70B が作られたが、こちらは1機のみ作られた B-1 と、その量産型で105機が作られた B-2 がある。 これらは A-20G あるいは A-20J を回収した機体で、レーダーが新型の SCR-720、または SCR-729 に換装され、機種左右に3連装の 12.7mm ガンパックを装備する。しかし、B 型はすべて夜間戦闘航空隊の訓練機に使用され、 実戦を経験したのは P-70A のみであった。本機で編成された野戦部隊は1942年9月にハワイの 6FS に引き渡されて訓練を受け、翌年2月から太平洋戦線だけで使われたが、高高度性能が悪く、低空迎撃と進行ミッションに任務を振り分けられている。なお、本格的な夜間戦闘機である。 P-61 ブラックウィドウが実用化されるまでのつなぎとしての機体であったとも言われるが P-70 系列は A 空軍のハボックを除いて全く欧州戦線に投入されなかったので米軍機としては欧州戦線用に開発されてほぼヨーロッパのみで使われた P-61 のつなぎとして見るのは間違いであると言えよう p a ありがとうございます。